こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、では今日はですね、ハゲでもモテる男性のあり方というお話をさせていただきたいと思います。で、男性の髪の毛問題って本当にね、女性が思うよりもとても深刻だと思うんですよね。で、実はうちの父親もですね、かなり若い時からちょっとハゲちゃってまして、ね、ある日家に帰ったらスプレーがあったりね、黒いスプレーがあったりとか、この辺の髪をこっちに持ってきたりとかね、なかなかこう若い時からだとそれがコンプレックスになってしまっていたりとかあると思うんですよ。で、今ね、髪の毛ちゃんとあったとしても、これからなくなる可能性もね、男性の皆様ありますからね。で、これはね、本当にね、自然現象だから仕方ないと思うんですよ。でも皆さんが気にするほど気にしなくていいんですよね。全然、それでもかっこいい人いっぱいいるし、髪の毛じゃなくてもっと大切なものっていうのはいっぱいあるし、それを見てくれる女性もいっぱいありますので、今日はですね、ハゲてもモテる男性のあり方っていうのは一体どういうものなのか、ね、頭とか髪型とか関係なく、モテる男性ってどういう人なのかっていうお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE のお友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、ではハゲでもモテる男性のあり方5つ。まず1つ目、1つ目はですね、清潔感です。やっぱりもう、まあ、これね、髪型関係なく大事なことなんですけれども、髪の毛がちょっとね、なかったりとかすると、どうしてもテカリやすくなっちゃったりとかあると思うんですよね。で、それってもう自然現象ですけど、テカってるとどうしても清潔感がなくないように見えてしまったりすることがあります。なので、そこをちょっと気にするっていうことをすると清潔感も出ますし、髪の毛がなかったとしてもちゃんと服装だったりとか雰囲気とかだったりで、髪の毛関係なく清潔感ある人ってすごいたくさんいると思うんですよ。芸能人とかでも見ていただいてわかるように、髪の毛短くてもすごくかっこいい人とか、全然なんかね、ハゲ、そういえばハゲだねみたいな、ハゲを感じさせない人とかもいると思うんですよね。なので、清潔感、服装だったりとか、あとはこのテカリとか、そういうものを気にするだけで本当に見え方って変わってきます。なので、清潔感っていうのを大事にしてみてください。そして2つ目、超大事、気にしてない。もうね、気にするから相手が気にするんですよ。自分が、ハゲてるからね、なんか女性にモテないんじゃないかなとか、視線がなんかここに集まってる気がするとか、気にする。で、気にするから本当に気にするオーラが流れて相手に伝わって、相手も気にしちゃうわけですよ。で、最初全然気になってなかったけど、あまりにも気にしてるような感じがすると、ちょっとこう思っていても触れられなかったりとか、なんかこう目線をどこに言い合っていいかわからないって相手に思わせてしまったりとかするんですよね。なので、あなたが一番気にしないことが大事です。もちろんね、気になっちゃうっていう風な方もいると思うんだけれども、でも気にしない、それはチャームポイントです。誰だってあるじゃないですか、まあ、いろんなね、こう自分ではちょっと嫌だなって思っているところでも、他の人から見たらそれがすごくチャームポイントだったりとかする時ってすごくたくさんありますから、なので、あなた自身が気にしないっていうことを心がけるといいと思います。はい、そして3つ目はですね、隠してないです。うちの父親みたいにスプレーかけたりとか、気持ちはわかるんですよ、すごいわかるんだけど、スプレーかけたり、こっちからこうやって持ってきたりとかするだけで、それも気にしてる感満載なんですよね。で、本当にすごくね、こう分かりにくい、もう上手なね、かつらみたいなのがあればいいのかもしれないですけど、下手にバレるやつをやっちゃったりとかすると、なんかすごくこっち、相手側も困ってしまったりする場合があるんですよね。気持ちはとってもわかるんだけれども、うちの父親も本当にね、捨てたんですよ。スプレーを捨てて、髪の毛を短く切れってもう母親と散々言って、で、こう前に持ってくるんですよね。
髪の毛ないと気にしちゃうからこう前にじゃなくて後ろ、後ろに持ってってください。絶対ね、まだちょっとある人はもう後ろに持ってった方が絶対かっこいいんですよ。隠したいと思うと前にやるでしょ。でもね、後ろにやった方が絶対かっこいいんですよ。うちの父親も後ろにやったらまあまあかっこよくなったのであなたも大丈夫です。うちの父親がね、もう70代ですけど、かっこよくなったんで、あなたはもっともっと大丈夫ですので、隠さないってことが大事です。はい、そして4つ目。4つ目はですね、もうネタにできるぐらいになるといいかなって思います。コンプレックスって本当にチャームポイントだったりするんですよ。自分がコンプレックスだって思ってるから、相手もなんかね、こう言いにくかったりとか、ちょっとこう、あ、なんかこう気にされてるかなって思ったりとか、ちょっとこう、もやもやってなるんですけど、例えば芸能人の斎藤さんっているじゃないですか、トレンディエンジェルの斎藤さんね。とか、もうあれをネタにしてるからめちゃくちゃ明るいじゃないですか。で、めちゃめちゃネタにしてて笑ってるから、それがすごくもう、長所になってるわけですよね。みたいな感じで自分の長所だって思えるようにするといいと思うんですよね。で、例えば気にして生えてくるなら散々気にしていいと思いますけど、もうしょうがないじゃないですか。しょうがないものを気にしてももう辛いだけなんですよね。もちろんわかりますよ。私もいっぱいあるんで、そういうことがあるんでわかるんですけど、あとは自分がもうどうしていくかっていうところになってきちゃうので、あなたが気にしなければ周りも気にしないし、あなたがネタにしていれば周りもそれがすごくチャームポイントに見えてきたりとかするので、ネタにできるぐらいになるとすごく心も楽になるんじゃないかなと思います。そして5つ目、5つ目はですね、もうとにかく明るい。もう気にしちゃうと暗くなっちゃったりするじゃないですか。なんかみんなが見てるんじゃないかみたいな感じで、何かにつけてね思ったりするんですよね。で、私すごいおでこ広いんですけどなんか気にしてた時があって、高校生ぐらいの時ですけど、で、気にしてるからみんなが目を見て喋ってない気がしてたんですよね。みんななんか私のおでこを見てるみたいな感じで、すごい気にしちゃってたりしたんですけど、もう別におでこ広いし、おでこテカってるけど何かみたいな風に開き直ったら、すごくね、もう楽しくなったんですよね。もうなんか気にしてた時ってやっぱり心までもね、こう塞いじゃったりとかあったので、とにかく明るくいる。それだけであなたの魅力っていうのは髪の毛とかじゃ全然関係ないし、むしろそれがあなたの特徴ですごい素敵に見えたりするので、ぜひね、本当に気にしないで、楽しく明るく、内面を磨いていくだけで女性にモテるようになってきますし、他の人からもですね、好感を持っていただけるようになるかと思いますので、ぜひね、そこを意識していただけるといいと思います。はい、ではおさらいしますね。まず1つ目、清潔感を大事にしてください。そして2つ目、気にしないこと、とにかく気にしない。そして3つ目、隠さない。そして4つ目、ネタにできている。そして5つ目、明るい。これがあれば髪の毛なんて関係なくモテるようになりますので、ぜひぜひ実践してみてください。はい、ではですね、昨日のアンサーですね、夏いいよねみたいな、もうすぐ夏だねとかってなった時に、夏とかさ、海とか山とか行ったりするって聞いて、で、その後、あ、私すごい海好きなんだよねって言って、あ、よかったら行こうよ海みたいな感じで誘うといいと思います。で、いろんなこうやり方ありますけど、相手が本当にね、好きとかやりたいとかいいよねとかっていう言葉っていうのは、いっぱい誘える要素めちゃくちゃありますから、そこを拾えるか拾えないかなんですよね。で、誘ってもただですから、相手のことはどうでもいいんですよ。とりあえず誘うっていうことをやるだけで、あなたのスキルも上がってきますので、もうこういう言葉言ったら毎回誘うぐらいの勢いで練習していただけると、とってもね、お誘いの来てくれる率、成功率が上がっていくと思いますので、バシバシ練習をしていただければなと思います。はい、ではですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロン、クラブハウスのお友達を募集してます。たまにやるライブ配信ですね、こちらはですね、質問の方答えてますので、ぜひぜひ、参加していただければ嬉しいです。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。